from Miss Victoria Puskas, Hungary. Dearest Hiroshi and wife, I've been following you since the beginning, and you always keep surprising me with mind-blowing information. Thank you so much for your hard research work. I love to listen to your Japanese explanations, although I don't speak your language. Would it be nice if one day I would be able to visit your amazing country with my son? Anytime you visit Hungary, you're welcome to stay in my home. Much, much love. ヒロシさんと妻へ、私は最初からあなたを追いかけています。いつもびっくりするような情報をあなたは送り続けています。あなたの研究に感謝します。私はあなたの言葉を話しませんが、あなたの日本語の説明を聞くのが好きです。いつの日かあなたの驚くべき国を私の息子と一緒に訪問できることを希望します。ハンガリーへはいつでもおいでください。あなたは私の家に滞在してください。歓迎します。愛を込めて。ヴィクトリア・プスカスさんへ。あなたがハンガリーにおける私の最初の友達です。ありがとう。で、お聞きしたいことは、ハンガリーでは何が最も謎めいた話ということになるのでしょうか。どうかそれを教えてください。あなたの助けを借りて、私の方でさらなる研究を進めてみます。ありがとうございます。返事ありがとうございます。ハンガリーでは何が一番謎めいているかというあなたの質問について。私は大学で内部アジアの研究をしています。で、最もハンガリーで好奇心をそそられる部分といえば、ハンガリー人の起源です。ハンガリー人は日本と関係しているという研究者もいます。一方、他の研究者は、私たちはシュメール人に起源を持つという人もいます。例えば、シュメール人と類似した頭蓋骨を持っているとか、あるいは似たような名前を使っているとかなど、例えばウルなど、シャマーシという名前もそうです。もう一つの謎は、ある研究者が言うには、古い最初のハンガリーの王はイエスと関係があったというのです。私たちはアジアとヨーロッパの半分を支配したフン族のアティラの子孫だというのです。その王の埋葬の伝説も残っています。その王は金、銀、鉛の三つの棺桶に埋められ、彼を川底に埋めるため偉大な川であるティスザ、あるいはドウナ川をせき止めたとも言われています。また、私たちハンガリー人はシュメール人の最後の純血種であるという人もいます。ハンガリー語はシュメール言語と単語や文法において大変よく似ています。つまりハンガリーには研究材料がたくさんあります。
あなたと共同で仕事ができれば嬉しいです。ビクトリア・プスカスより。広志林、浜松シティ、ジャパン、September the 26th, 2022。Wikipedia English writes about Caucasoid as follows. Caucasoid is a name which designates one of the major geographical varieties of human beings, including peoples of Europe, Africa, the Near East, India, etc., who are generally characterized by tall stature, straight or wavy hair, etc.Loosely called the white race, although it embraces many peoples of dark skin color. The appellation Caucasian for the grouping was popularized by Johann Friedrich Blumenbach, who named it after the category archetypal skull, a cranium of a woman from Georgia in the Caucasus region.It is widely consented that Caucasoid was born around somewhere between the Black Sea and the Caspian Sea. Caucasoid, つまり白人種は黒海とカスピ海の間のどこかで生まれたと言われています。今日はその謎解きに挑戦してみます。広志林浜松シティ、ジャパン。Since the early beginning days of human history, we humans have been visited by extraterrestrials from outer space, mainly by three people, people from Nibiru, people from Mars, and people most probably from Arcturus, according to Charles Hall, a scientist who worked with a race of human-like extraterrestrials, so-called the Tall Whites during a two-year duty assignment at Nellis Air Force Base from 1965 to 1967. Here in this video, I show you how we humans have been visited by those people being based on my hypothesis. この動画の中では、私、林博士の仮説に基づいて地球の人間がどのように外惑星人たちによって
訪問されてきたかを説明します。ニビルからやってきた人々、次に火星からやってきた人々、そしてトール・ホワイトです。ネリス空軍基地で働いていたチャールズ・ホール氏は、そのトール・ホワイトはアルクトゥルス星から来ている、あるいは来ていたのではないかと語っています。広瀬林、浜松市、ジャパン。最近の研究によれば、いわゆる白人種と言われる人種の人たちは、今からたった8000年前にこの地球に生まれたということが分かっています。たったの8000年です。で、その場所はどこかということなんですけども、黒海とカスピ海の間らしいということまで分かってきました。コーカソイドと呼ばれている人々がその人々です。で、そのコーカソイドはですね、今も言いましたように黒海とカスピ海の間でどうやら誕生したらしいということです。で、この辺りを拡大してみます。ちょうど中央あたりが、左側が黒海、そして右がカスピ海ということになります。この赤い丸をつけたあたりでどうやら生まれたということになります。で、皆さんをその場所に案内します。で、黒海とカスピ海ですね。で、この黄色いラインですけども、この黄色いラインはですね、実は UK のサン・アッパス・ジャイアントとルンビニをつないだラインです。そしてやや左下にあるのが、言うまでもなく星山中の星山、エル・ブラス山です。ヨーロッパ最高峰の山です。エル・ブラス山ですね。こういう位置関係にあります。どうやらこの辺りで白人種は生まれたということになります。これがそのエル・ブラス山です。あのノアの箱舟でよく知られたアララート山は、このエルブラス山の南の側にあります。で、なぜサン・アッパスの巨人なのかということを簡単に説明しておきます。この黄色いライン、右下から左上に伸びている黄色いラインは、ルンビニから引いてきたラインですけども、このラインはこの部分と正確に重なります。つまりこのサン・アッパスの巨人は正確にルンビニの方向を示しているということになります。そして一方、ルンビニ、つまり仏教のメッカであるルンビニですけども、このルンビニのこのランドマークに注意してください。左上から引いてきた黄色いラインが UK のサン・アッパス・ジャイアントから引いてきたラインです。そしてこのランドマークの横線に注意してください。西、つまり左の方に行きますと正確にメカ・カーバを示し、右、つまり東の方に行きますと正確にイースター島へとつながっています。寸分の狂いもなくつながっていますから、皆さんもぜひ試してみてください。そしてこのメカ・カーバのラインと、UK のサン・アッパス・ジャイアントのラインの間の角度はほぼ 45.00 になっています。つまり偶然ではありえない位置関係ということになっていますが、ではその黄色いライン上に何があるか、このラインを追いかけてみます。右の方に見えるのがカスピ海です。左の方がエルブラス山ということになるわけですけども、このラインをですね、 UK のサン・アッパス巨人の方に向かって進んでみます。で、何か遺跡らしいものがあるのかなと思いまして、追っかけてみましたが、何もないようですね。まあ、それらしいものがあればビンゴってことになるわけですけども、どうやら白人種はですね、この辺りで生まれて、そして、ヨーロッパ全域に
広がっていったということになります。そしてその白人種もですね、いろんな白人種に分類されるということです。やがて前方に見えてきたのが黒海です。黒海の北端ということになりますね。でこの辺りでどうやら白人種は生まれたということになっています。で位置が正確には特定できませんけども、私林浩司はこの黄色いラインはその場所を示していると判断しています。黒海が見えてきました。でまあこの辺りで白人種は生まれたということですけども、特に目立った遺跡のようなものは見つかりませんでした。で結論ということになりますが、ここで重要なことは白人種、いわゆるホワイトレースと呼ばれている人たちがエルブラス山の北側、黒海とカスピ海のどうやらその間あたりで生まれたらしいという事実です。その事実と今まで私が調べてきたいろいろな事実と重ね合わせてみますと、いわゆる神々の歴史といいますか、神々の謎を解くことができるのではないかと考えています。古代においてどうやら私たちが神々と呼ぶエイリアンはこの辺りで人間を品種改良したということになるのではないでしょうか。と同時に 他のですね、世界各地の謎とも深くこの場所は結びついているということになります。 Bye for now. Correction of a mistake. 間違いの訂正。延期、つまりプロメテウスの正当な息子はマルドックです。延期が泥から最初に作った子供、つまりハイブリッドがアダパーです。旧約聖書の中のアダムです。ギルガメッシュ叙事詩の中の延期ドゥは延期の息子という意味ですが、アダパーのことではありません。マルドックのことでもありません。間違いをここに訂正しておきます。Hello, this is Kamiya and Hiroshi Hayashi, Japan. Mystery of Tall Whites or Nordics. When did Nordics come to this planet, the Earth? トールワイトはいつ地球へやってきたのか。まあ、それについて、ケミヤさんが大変興味深い資料を送ってくださいました。まず地球の歴史を振り返ってみたいと思います。まあ、フラマズダがいて、そして、エンリルですね、がいて、そして、まあ、人間の歴史が始まったわけであります。が、一つ問題があるんですね。いわゆるトールワイトはいつ、どのような形で、こうした人間の歴史の中に混入してきたかということなんですね。で、調べてみますと、ギリシャ彫刻にそのヒントがあるように思います。ギリシャ彫刻に表されている、まあこの像はですね、まあ等身大のエイリアンの姿であるということは、まあたびたび申し上げてきましたけども、まあどう見ても、なんて言いますか、アジアっぽくないんですよね。まあ、ギリシャ人というよりはむしろ、いわゆるノルディックに近いわけです。まあ、右がですね、まあ、ギリシャ人だと言われてますけども、どこか東洋的な雰囲気を残しているわけです。しかし、ギリシャ彫刻に表されている、まあ、顔はですね、
ノルディック、北欧系なんですね。どうしてギリシャ彫刻の、まあ、神々がですね、どうして北欧系なのかという問題が、まあ、残っているわけです。で、まあ、このギリシャ彫刻を見ることによって、つまり、まあ、トールワイトがギリシャ彫刻として表現されていると、そういうふうに考えていたわけです。で、それについてですね、ケイメヤさんの方から Ancient Origins の記事を紹介していただきました。白人種はたった8000年前に生まれたというのです。まあ、8000年というと遠い昔のように思う人も多いかと思いますけども、この地球全体、宇宙から見た場合ですね、まあ、本当に、まあ、瞬間なんですよね、まだ。ほんの、まあ、昨日、一昨日という時代にですね、白人が突然生まれて、そして、ヨーロッパ全土に広がっていったというわけです。謎ですね。まあ、この論文がですね、まあ、はっきりとは言ってませんけども、驚くべき内容であるってのことをどこかで書いています。青い目の、ブロンドの白人はいつ、どのようにして生まれたのか、まさに私たちがノルディックと呼んでいるトールワイト系の白人ですね。で、それが8000年前に生まれたと。そして人間の持つ目の色や皮膚の色というのは多様性に富んでいていろんな種類があると。で、まあ、なぜ、いつそうした特性を持つようになったかを調べれば古代の人間の謎が解けると。まあ背が高くて白い皮膚を持っていると。で、そうした人種はヨーロッパ大陸で作られたことが分かっていると。で、それについてハーバード大学のですね、研究チームが調べてみましたら、大変、まあ、興味深いで言いますか、驚くべき事実が分かったんですね。つまり、白人の歴史は8000年しかないんですね。で、それまでは黒い皮膚を持っていたと思われると。がしかし、白い皮膚を特徴づける遺伝子が、たった8000年以内に現れたということなんですね。まあ、進化というのは長い時間をかけて、ゆっくりと進むものなんですけども、こと白人に関して言えば、まあ、ほんのまだ昨日、おとといという時代にですね、まあ、瞬間的に生まれて、そして、急速にヨーロッパに広がっていったということなんです。で、この研究チームは、まあ、多くのサンプルを集めて、そして遺伝子の、まあ、構造を調べたということなんでしょうね。で、今までの定説によればですね、4万年前にアフリカ大陸からヨーロッパに人間が渡っていってですね、そして、まあ、進化を重ねて現在の白人になったと。で、8500年前にはどうだったかというと、まだ皮膚が黒かったというわけですよね。そして、白人のように白くなったのは、紫外線を受けて、まあ、ビタミン D の、生成をですね、効率よくするためであるとか、いろんな説明が今まで私も聞いてますけども、まあ、実際には、まあ、どうかというとそうではなくてですね、今から8000年前に、いわゆる白人種の、まあ、原型と言いますかね、が生まれて、それが急速に広まっていったと。で、5800年までは、まあそのままだったと、まあ特に急速に進んでいったということなんですね。まあ。で、7700年前のスウェーデン人の遺体から発見されていると。ブロンド、白い皮膚とブロンドの髪ですね。考えてみれば、まあ本当にありえないことなんですね。こう遠慮がちに言っていますか。論文の方は書いていますけどもね。で、白い皮膚は日光の少ない地方では、まあ優位であったということは役に立ったわけですね。それなりに、ね、太陽光線をたくさん吸収できるようにね。で、またビタミン D の吸収が、まあ、関係している。ということはもうそれは前から言われてますけどもね。で、牛乳というものについて、8000年前のヨーロッパ人は牛乳を飲んでいなかったと。で、ビタミン D の問題が絡んでくるわけです。で、ビタミン D を合成するために、まあ、皮膚というものが
ある種の役割をしている、役割をしていると。で、その代わりに、まあ、それでそうでなければ牛乳というものがあるんだけども、牛乳の今度は消化という問題も出てくるわけですよね。紫外線を効果的に吸収するために、色の薄い肌が。ということになってきますと、これは、その、なんて言いますか、まあ、8000年とか1万年とか、そんなレベルの問題ではなくて、もっと長いその進化の過程というものを踏まなければならないわけです。それがまあ、8000年前に突然、まさに突然ですね、白人種というのがヨーロッパで生まれて、それが一気に広がって、現在の白人種を作ったと。背が高くね、髪の毛がブロンドで目が青いと。まあそういった特性を持つようになったというわけです。で、これスペインでも、まあこれ見つかった話をしているわけですけども、この論文によればですね、その、青い目で、青い目のヨーロッパ人、最初のヨーロッパ人だったそうですね。それは6000年前だと。で、現在の白人というのは1万年前に黒海の周辺に住んでいた人間たちの間で起きたというふうに言われてるんだけども、まあ、普通、ここにも書いてありますように、こうした自然選択というのはゆっくりと進むんであるけども、このヨーロッパ人種というのは、そうした常識を、まあ、覆してですね、急速に広がっていったということなんです。まあ、こういうふうに、まあ、絵の形に書いてありますけども、私はその向こうでですね、まあ、人間の英知を超えたと言いますか、人間をはるかに超えた知的の能力のある、まあ、エイリアンですわね、が、そうした操作をしたと聞いても、私は驚きません。というような可能性を秘めた論文であるということですよね。まあ、そうとは言ってませんけどもね。で、もう一度その神々の世界を見ていただきたいんですけども、こうした神々に今までの流れですよね。レプタリアンという種族がですね、人間を支配していた。で、そこへノルディック、いわゆるその、いわゆる私たちが北欧系と呼んでる、まあ、ある人種がやってきて、そして地球の、って言いますか、人間の歴史の中に混入してきたと。まあ、そういうふうに考えられなくもないということなんですよね。まあ、遠慮がちに言えばですよ。そしてそれがギリシャ神話として、ギリシャの彫刻として表現されたと。しかしそれはたかだかですね、8000年から、まあ長くて見てですよ、1万年だというわけです。まあおかしいと言いますか、まあそうした資料として今日は論文を翻訳していました。The film starts as follows. 2 years after the U.S. military was called to fight off an increasingly intelligent and dangerous tribe of apes, starting a devastating war between the two species, the apes clan led by the chimpanzee Caesar are attacked in the woods by a rogue paramilitary faction.Known as Alpha Omega, led by a mysterious colonel. Alpha Omega has in its service apes called donkeys that had previously followed Kova, a maniacal human-hating bonobo, led a failed coup against Caesar, and started a war after leading a vengeful attack against human survivors in San Francisco. サルの惑星聖戦記の公式のパンフレットのイントラダクションには次のようにあります。ウイルスによる突然変異によって高度な知能を得た猿たちの反乱、人類が築き上げた文明社会の崩壊、猿と人間の戦争の勃発という衝撃的なストーリーを描き、全世界を震撼させた猿の惑星シリーズ。2011年の創世記、ジェネシス、2014年の新世紀、ライジンに続き、聖戦記、グレートウォーと題された最新作では、ついに地球の歴史が塗り替えられ、新たな支配者が決する激動のドラマが壮絶なアクションバトルとともに展開すると。
広志林市浜松市ジャパンで、そのチンパンジーのシーザーがレオナルド・ダ・ヴィンチのいわゆる年老いた時に描かれたとされる自画像の顔にそっくりです。それをまず皆さんに今ご覧いただいています。もう一度最初からご覧いただきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のいわゆる自画像ということになります。この自画像がいかにしてできたかについては別のところで説明しました。それはともかくも左のレオナルド・ダ・ヴィンチと右の猿の聖戦記に出てくるシーザーの顔と大変よく似ています。ただシーザーの方は全体を通して大変厳しいきつい顔つきをしています。映画の中でシーザーを見ているとそれがよくわかるわけですけども、一度ダ・ヴィンチの顔を思い浮かべてみるとシーザーは紛れもなくと言いますか、まさしくレオナルド・ダ・ヴィンチの顔であることがわかります。今全体に比較していますけども、基本的な、コンセプトといいますか、私は同じであると判断しました。特にひげの描き方、口の形、そして目ですね、これをどう判断したらいいのかということですけども、メイクアップの時にねダ・ヴィンチの顔を参考にしたのかということにもなるわけですけども、偶然の一致とは言い難いほどよく似ているということです。知的な表情などですよね。大変映画の中でも知的な猿としてチンパンジーとして描かれています。目も大変よく似ているということです。他にも映画の中ではいろいろな猿が表現されていますけども、その中でもシーザーは一線を画しています。どう画しているかは映画の中で確認してみてください。で、ここからはあくまでも私の推察によるものです。人間がいますね。そして映画の中ではウイルスによる突然変異となっていますけども、人間が猿を改造しました。そして知的な生命体にしたわけです。その一人がシーザーということになります。この流れがですね、塩基が人間を改造して今に見る知的な生命体に人間をしたという流れとよく似ているのではないでしょうか。そしてその上にいるのがアヌ王ということになります。つまり流れが一致しているということですね。で、私林浩司は右の流れを左の流れに置き換えたのが猿の惑星ではないかと考えているわけです。あくまでもそう考えているだけです。というのもですね、猿の惑星聖戦記の中では一人の女の子ノヴァが登場します。白人の女の子です。このノヴァは
やがて猿たちと共に行動を共にし、新天地へ向かいます。この映画のストーリーはですね、実はいつどのようにしてノルディック、つまり白人種がですね、人間の世界に混入してきたかということを暗示しているようにも思えます。地球を支配していた神々の間にいつどのような形で白人種、つまり金髪で目が青くて肌が白くて背が高い白人種が混入してきたかという謎についてのついてですね、何かの暗示を与えているように私は考えました。白人種がこの地球で生まれたのは今からたった8000年前です。たったの8000年前ですよ。そして有性遺伝を繰り返して今に見る白人種が生まれたというわけです。そのことをこのノヴァが表現しているのではないのかなというふうに私は考えました。あくまでもそう考えただけです。というのもですね、これが映画のラストシーンに出てくる山です。遠くに山が見えますね。で、この山がですね、いわゆるまあ新天地、目的地ということになるんですけども、この山がですね、人類発祥の聖山中の聖山と言われているヨーロッパ最高峰のあのエルプラス山に似ているからです。アララート山はそのふもとにあります。上がエルプラス山です。下が映画に出てくる山です。大変雰囲気が似ているということですね。つまり映画ではですね、エルブラス山を意識してかどうかは分かりませんけども、このような山をですね、猿たちの最後の新天地として、表現しているということです。以上、私が見た猿の惑星聖戦記ということになります。またそういう視点で見ると猿の惑星聖戦記も100倍楽しめるのではないでしょうか。ということで今日はこの程度に収めておきます。映画の中に隠された、つまりは秘密の意図ということになるのかもしれません。最後にもう一度、左のシーザーの顔と右のダヴィンチの顔を比較してみてください。これは偶然の一致なのでしょうか。 Bye for now。
Since the early beginning days of human history, we humans have been visited by extraterrestrials from outer space, mainly by three people, people from Nibiru, people from Mars, and people most probably from Arcturus, according to Charles Hall, a scientist who worked with a race of human-like extraterrestrials, so-called the Tall Whites, during a two-year duty assignment at Nellis Air Force Base from 1965 to 1967. Here in this video, I show you how we humans have been visited by those people, being based on my hypothesis. この動画の中では、私、林浩司の仮説に基づいて、地球の人間がどのように外惑星人たちによって訪問されてきたかを説明します。ニビルからやってきた人々、次に火星からやってきた人々、そしてトール・ホワイトです。ネリス空軍基地で働いていたチャールズ・ホール氏は、そのトール・ホワイトはアルクトゥルス星から来ている、あるいは来ていたのではないかと語っています。広志林、浜松セリージャパン。Wikipedia English writes about Caucasoid as follows. Caucasoid is a name which designates one of the major geographical varieties of human beings, including peoples of Europe, Africa, the Near East, India, etc., who are generally characterized by tall stature, straight or wavy hair, etc., loosely called the white race, although it embraces many peoples of dark skin color. The appellation Caucasian for the grouping was popularized by Johann Friedrich Blumenbach, who named it after the category archetypal skull, a cranium of a woman from Georgia in the Caucasus region. It is widely consented that Caucasoid was born around somewhere between the Black Sea and the Caspian Sea.コーカソイド、つまり白人種は、黒海とカスピ海の間のどこかで生まれたと言われています。今日はその謎解きに挑戦してみます。広志林、浜松セリージャパン。最近の研究によれば、いわゆる白人種と言われる人種の人たちは、今からたった8000年前にこの地球に生まれたということが分かっています。たったの8000年です。で、その場所はどこかということなんですけども、黒海とカスピ海の間らしいということまで分かってきました。コーカソイドと呼ばれている人々がその人々です。で、そのコーカソイドはですね、今も言いましたように、黒海とカスピ海の間でどうやら誕生したらしいということです。で、この辺りを拡大してみます。ちょうど中央あたりが、左側が黒海、そして右がカスピ海ということになります。この赤い丸をつけたあたりでどうやら生まれたということになります。で、皆さんをその場所に案内します。で、黒海とカスピ海ですね。で、この黄色いラインですけども、この黄色いラインはですね、実は UK のサン・アッバス・ジャイアントと
ルンビニをつないだラインです。そしてやや左下にあるのが、言うまでもなく聖山中の聖山、エルブラス山です。ヨーロッパ最高峰の山です。エルブラス山ですね。こういう位置関係にあります。どうやらこの辺りで白人種は生まれたということになります。これがそのエルブラス山です。あのノアの箱舟でよく知られたアララート山はこのエルブラス山の南の側にあります。で、なぜサンアッパスの巨人なのかということを簡単に説明しておきます。この黄色いライン、右下から左上に伸びている黄色いラインはルンビニから引いてきたラインですけども、このラインはこの部分と正確に重なります。つまりこのサンアッパスの巨人は正確にルンビニの方向を示しているということになります。そして一方、ルンビニ、つまり仏教のメッカであるルンビニですけども、このルンビニのこのランドマークに注意してください。左上から引いてきた黄色いラインが UK のサンアッパスジャイアントから引いてきたラインです。そしてこのランドマークの横線に注意してください。西、つまり左の方に行きますと正確にメカカーバを示し、右、つまり東の方に行きますと正確にイースター島へとつながっています。寸分の狂いもなくつながっていますから、皆さんもぜひ試してみてください。そしてこのメカカーバのラインと、UK のサンアパスジャイアントのラインの間の角度はほぼ 45.00 になっています。つまり偶然ではありえない位置関係ということになっていますが、ではその黄色いライン上に何があるか、このラインを追いかけてみます。右の方に見えるのがカスピ海です。左の方がエルブラス山ということになるわけですけども、このラインをですね、UK のサンアッパス巨人の方に向かって進んでみます。で、何か遺跡らしいものがあるのかなと思いまして、追っかけてみましたが、何もないようですね。それらしいものがあればビンゴってことになるわけですけども、どうやら白人種はですね、この辺りで生まれて、そして、ヨーロッパ全域に広がっていったということになります。そしてその白人種もですね、いろんな白人種に分類されるということです。やがて前方に見えてきたのが黒海です。黒海の北端ということになりますね。で、この辺りでどうやら白人種は生まれたということになっています。で、位置が正確には特定できませんけども、私林浩司はこの黄色いラインはその場所を示していると判断しています。黒海が見えてきました。で、この辺りで白人種は生まれたということですけども、特に目立った遺跡のようなものは見つかりませんでした。で、結論ということになりますが、ここで重要なことは、白人種、いわゆるホワイトレースと呼ばれている人たちがエルブラス山の北側、黒海とカスピ海のどうやらその間あたりで生まれたらしいという事実です。その事実と今まで私が調べてきたいろいろな事実と重ね合わせてみますと、いわゆる神々の歴史といいますか、神々の謎を解くことができるのではないかと考えています。古代においてどうやら私たちが神々と呼ぶエイリアンはこの辺りで人間を品種改良したということになるのではないでしょうか。と同時に 他のですね、世界各地の謎とも深くこの場所は結びついているということになります。 Bye for now.
The film starts as follows. 2 years after the U.S. military was called to fight off an increasingly intelligent and dangerous tribe of apes, starting a devastating war between the two species, the apes clan, led by the chimpanzee Caesar, are attacked in the woods by a rogue paramilitary faction known as Alpha Omega, led by a mysterious colonel. Alpha Omega has in its service apes called donkeys that has previously followed Kova, a maniacal human-hating bonobo, led a failed coup against Caesar, and started a war after leading a vengeful attack against human survivors in San Francisco. サルの惑星聖戦記の公式のパンフレットのイントラダクションには次のようにあります。ウイルスによる突然変異によって高度な知能を得た猿たちの反乱、人類が築き上げた文明社会の崩壊、猿と人間の戦争の勃発という衝撃的なストーリーを描き、全世界を震撼させた猿の惑星シリーズ。2011年の創世記ジェネシス、2014年の新世紀ライジングに続き、聖戦記グレートウォーと題された最新作では、ついに地球の歴史が塗り替えられ、新たな支配者が決する激動のドラマが壮絶なアクションバトルとともに展開すると。広志林ハママ3ジャパンで、そのチンパンジーのシーザーがレオナルド・ダ・ヴィンチのいわゆる年老いた時に描かれたとされる自画像の顔にそっくりです。それをまず皆さんに今ご覧いただいています。もう一度最初からご覧いただきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のいわゆる自画像ということになります。この自画像がいかにしてできたかについては別のところで説明しました。それはともかくも、左のレオナルド・ダ・ヴィンチと右の猿の聖戦記に出てくるシーザーの顔と大変よく似ています。ただシーザーの方は全体を通して大変厳しい、きつい顔つきをしています。映画の中でシーザーを見ているとそれがよくわかるわけですけども、一度ダ・ヴィンチの顔を思い浮かべてみると、シーザーは紛れもなくといいますか、まさしくレオナルド・ダ・ヴィンチの顔であることがわかります。今全体に比較していますけども、基本的な、コンセプトといいますか、私は同じであると判断しました。特にひげの描き方、口の形、そして目ですね、これをどう判断したらいいのかということですけども、メイクアップの時にね、ダ・ヴィンチの顔を参考にしたのかということにもなるわけですけども、偶然の一致とは言い難いほどよく似ているということです。知的な表情などですよね。大変映画の中でも知的な猿として、チンパンジーとして描かれています。目も大変よく似ているということです。他にも
映画の中ではいろいろな猿が表現されていますけども、その中でもシーザーは一線を隠しています。どう隠しているかは映画の中で確認してみてください。で、ここからはあくまでも私の推察によるものです。人間がいますね。そして映画の中ではウイルスによる突然変異となっていますけども、人間が猿を改造しました。そして知的な生命体にしたわけです。その一人がシーザーということになります。この流れがですね、塩基が人間を改造して今に見る知的な生命体に人間をしたという流れとよく似ているのではないでしょうか。そしてその上にいるのがアヌ王ということになります。つまり流れが一致しているということですね。で、私林浩司は右の流れを左の流れに置き換えたのが猿の惑星ではないかと考えているわけです。あくまでもそう考えているだけです。というのもですね、猿の惑星聖戦記の中では一人の女の子ノヴァが登場します。白人の女の子です。このノヴァはやがて猿たちと共に行動を共にし新天地へ向かいます。この映画のストーリーはですね、実はいつどのようにしてノルディック、つまり白人種がですね、人間の世界に混入してきたかということを暗示しているようにも思えます。地球を支配していた神々の間にいつどのような形で白人種、つまり金髪で目が青くて肌が白くて背が高い白人種が混入してきたかという謎についてのついてですね、何かの暗示を与えているように私は考えました。白人種がこの地球で生まれたのは今からたった8000年前です。たったの8000年前ですよ。そして有性遺伝を繰り返して今に見る白人種が生まれたというわけです。そのことをこのノヴァが表現しているのではないのかなというふうに私は考えました。あくまでもそう考えただけです。というのもですね、これが映画のラストシーンに出てくる山です。遠くに山が見えますね。で、この山がですね、いわゆるまあ新天地目的地ということになるんですけども、この山がですね、人類発祥の聖山中の聖山と言われているヨーロッパ最高峰のあのエルブラス山に似ているからです。アララート山はそのふもとにあります。上がエルブラス山です。下が映画に出てくる山です。大変雰囲気が似ているということですね。つまり映画ではですね、エルブラスさんを意識してかどうかは分かりませんけども、このような山をですね、
猿たちの最後の新天地として、表現しているということです。私が見た猿の惑星聖戦記ということになります。またそういう視点で見ると猿の惑星聖戦記も100倍楽しめるのではないでしょうか。ということで今日はこの程度に収めておきます。映画の中に隠された、つまりは秘密の意図ということになるのかもしれません。最後にもう一度、左のシーザーの顔と右のダヴィンチの顔を比較してみてください。これは偶然の一致なのでしょうか。 Bye for now.